マイケル・ウィンター・ボトムは、イングランド・ブラックバーン出身の映画監督、脚本家である。オックスフォード大学で英文学を学んだ後、ブリストル大学で映画制作を学ぶ。テレビ界において、ミステリーシリーズやドキュメンタリーを手掛け、1995年のバタフライキスで映画監督としてデビューした。以後、トマス・ハーディ原作の日陰の二人。 ボスニア紛争を描いたウェルカムトサラエボ小粒なドラマ光の街音楽映画24アワーパーティーピープル SF 映画コード46とジャンルの全く違う作品を次々に手掛け高い評価を得ている2004年に監督した旧ソングズではパンクを中心にした9曲の楽曲の他に作品中に主演2人の本番セックスシーンやドラッグを使用する シーンがあったために、賞賛とともに批判的意見も多く見られた。難民問題を扱ったインディスワールドで2003年ベルリン国際映画祭、キンクマ賞を受賞した。また、これまで3本の作品がカンヌ国際映画祭のパルムドールにノミネートされている。ありがとうございます。